天神82回目ちょっとおまけ劇場、今回はいよいよ七咲のターン。愛の子守唄、今日は七咲も部活が休みだし一緒に買い物へ行こうかな。ゆるいな。ゆるいな。サンタブに比べたら紹介文がゆるいな。行ってみましょうか。子守唄、七咲の子守唄が聞けたらそれはもうスヤピですよ。スヤピで、これはどのルートの話になるんだ。もう付き合ってるのかな。今日は随分と冷え込む。先輩、お待たせしました。事後かな、事後なのかな、事後変動の後かな。今日はまたいつもより冷え込みますね。そうだね、こういう日は家で温かい鍋でも食べたいよ。そうですね。うん、今日部活は休みなんだよね。はい、今日は補習の方たちの試験があるみたいで。ほんと補習組がね、プール使いまくってるからね。まあそうね、リホコやカオルね、普段見慣れない女子の水着姿すごく気になってきた。理由をつけて少しだけ覗きに行ってみるか。いやダメだ、僕には七咲がいる。でも一目ぐらいなら。先輩、そんな真剣な顔で何を考えているんですか。ああ、別に何も。僕には七咲がいる。それなら先輩、風が冷たいので早く帰りましょう。多分もう、スキエンドか仲良しエンドか。学校に用事でもありましたか。わかんないけど、もうお付き合いしてる感じですね。かわいい。また風が。ほら、こんなに風も吹いてますし、早く帰りましょう。はい。さて、今日はどこか寄りたい場所はありますか。はあ、なんでこんなにへこんでんの。そんなに、あ、殴られた。ふお。いつまで落ち込んでいるんですか。いい加減シャキッとしてください。だからって蹴らなくても。自分が蹴られた理由を胸に手を当ててちゃんと考えてみてください。胸に手を当てて、どうですか、少しは思い当たる節がありましたか。もう色情魔ですよね。はい、本当に。何ですか。性欲が行き過ぎてる。僕の胸に手を当ててもわからないから七咲の胸を貸して。性欲が行き過ぎとる。すねをつま先で蹴るのは自業自得です。ただスキエンドの後だったなら。それで完全に事故なんだよね。寄りたい場所はありますか。寄りたい場所、はい。まさかこんな寒空の下で説教されることになるとは。あの先と一緒にいると本当にどっちが年上かわからなくなる。そこがまたいいんだよね。年下の七咲だけど。そうそうそう、今日はちょっと買い物に行きたいんだけどいいかな。別に構わないですけど、何を買いに行くんですか。実は今日宮にまんま肉まん、ああまんま肉まんちょいちょい出てきますね。買ってくるように頼まれちゃって。宮ちゃんにですか。確か以前にも何度かありましたよね。うん、ミヤはまんま肉まんが好きだから断るごとに頼んでくるんだ。ミヤちゃんとまた何かあったんですか。何かって突然何を言っているんだ。先輩がミヤちゃんにまんま肉まんを買って帰るときはいつもミヤちゃんに何かしたときじゃないですか。ほうほうほう、鋭いね。バレバレじゃないか。相変わらず七咲はいい顔をしている。校内でのやりとりといい、僕の考えを完全に読まれているような気がする。もしかしてまた何かミヤちゃんを怒らせる。割と出会った時からそうだよね。七咲って読むよね、読んでくるよね。そんなことはしてないよ、少し話を聞いてもらっただけ。話ですか、一体どんな。それはそうですか、わかりました。わかってくれたか七咲。つまりミヤちゃんには話せて、
私には話せないってことですよね。あらあらちょっとあれ長崎、そういうわけじゃ。いいえ、別にいいんです。あら、うすうす分かっていたことですから。付き合い始めたらちょっと面倒くさい子になっちゃうみたいな長崎ですか。分かっていた。だって先輩はミヤちゃんには肉まんを買ってあげたりするのに、私には何も、うん、肉まんで嫉妬しちゃう長崎も可愛いな。でも多分これね、七崎のことだからね。違うんだよ七崎、今回の肉まんは昨日宮に、昨日宮に七崎にあげる誕生日プレゼントの相談をしたから。はあ、七崎の誕生日プレゼント。ああ言っちゃった。しまった、秘密にして驚かせようとした計画、まさか計画初日に失敗するなんて。なんだ、七崎からかってきてるだけかと思ったけど、今のは冗談のつもりだったんですか。割とマジ嫉妬だったのか。あ、でも冗談だよねやっぱりね。いくら私でもミヤちゃんにやきもちを焼いたりはしませんよ。そうか、めんどくさい子になっちゃったかのと思ったよ。はい、ううサプライズを言ってしまった。それでその今の話は。すまんなまさき、どうか今の話は忘れてくれないか。え、せめて彼女の誕生日くらい僕も彼氏として格好つけさせてほしいんだ。わかりました。私こそすみませんでした、先輩の気持ちを察することができなくて。別に七崎が謝ることじゃないよ。七崎って誕生日いつだったっけな。これ以上僕の気持ちを察せられても困る。でもせっかくなので今の話を忘れる前に一言だけいいですか。何かな。楽しみにしてますね。おお、なんかね、やっぱ破壊力がある、この子は。期待して待っててよ。楽しみにしてますなんて言われたら張り切らないわけにはいかない。見ついちゃうからね。七崎の大喜びしそうなものをちゃんと考えないと。はい、全部忘れました。なんだろう七崎。それでは暗くなる前にさっさと肉まんを買いに行きましょう。七崎への誕生日プレゼント、マイクロビキニ。性欲がありすぎるわそれ。だから去年のクリスマスパーティーをきっかけに僕と七崎は恋人になったわけだけど、クリスマスパーティー、年下の女の子にペースを握られっぱなしなんで男としてはどうなんだろう。仲良しエンドの後じゃないかな。じゃあこれ七崎の方が僕よりずっとしっかりしてるから当然といえば当然なのかな。もしかしたらこうやって少しずつ男は女の尻に敷かれていっちゃうのかも。だとしたらこのままいけばそのうち僕も七崎の尻に。いや待てよ、むしろ七崎のお尻なら喜んで敷かれてみたいような気も。先輩、このポルノ野郎。先輩こそどうしたんですか。考えてることが全部ポルノ野郎だな本当に。ばかりで何か考え事ですか。味見係長ですわこんなもん完全に。またエッチなことを考えていたんですか。そして読まれてる。そんなことないよ、僕は七崎との将来を真剣に考えていただけだ。味見係長だ。私との将来ですか。うん、七崎との将来はどのくらい柔らかいのかなって考えていたんだけど。はい、伝わりづらいわ。そんなことより七崎の方こそ僕に話があったんじゃ。ああそうでした、うん、まんま肉まんなんですけど、どこへ買いに行くつもりですか。どこへっていつも通り商店街へ買いに行くつもりだけど、他にどこか。はい、私も最近知ったんですけど、駅前の方でも新しく売り始めたみたいなんですよ。肉まんを。この前イクオが教えてくれたんです。あ、イクオね。駅前の方へ遊びに行った時に見かけたって。うんうん、イクオ、そういえば今年になってまだ会ってない。ゲームセンターや本屋のお宝コーナーには七崎と付き合うようになってからあまり行かなくなったし、それってつまり今までゲームやお宝本で埋めていた隙間を七崎が満たしてくれているってことなのかな。おー、きっとイクオも会いたがってると思うので、もしまた会った時は遊んであげてください。
そうするよ。イクオも去年先輩が叱ってくれてからもう女の子に意地悪はしてないみたいだし。よかった。ナナはなんとか守られたね。七崎の弟はまだ小学2年生。好きな子に意地悪する気持ちもわかるけど、まあ七可愛いからな。七可愛いけどさ、そうそう、おでこにキスしたり、女の子の手を舐める、なんなんだろうね、このペロ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 ばっかりしちゃってる。いやでもちっちゃい、ちっちゃい男の子、ちょっとだけ悔しかったんです。男子って何でも口に入れたがるからね。しないのに先輩の言うことを。俺もよく消しゴム食ってたわ。さらっとおかしなこと言ったけど、なんだかよく消しゴム食ってた。先輩が本当にイクオのお兄ちゃんみたいに思えて。え、イクオのお兄ちゃん。すみません、今は全然関係ない話でしたね。別にそんなこと気にしないでいいよ。それでどちらへ買いに行きますか。そうだな。おっと、洗濯がここで来るのか。しおり挟むか。じゃあほい、両方行きたいっす。欲張りなんで商店街に行ってから駅前広場に行こう。いきなりだ、商店街へ行く。わかりました。それでは早速行きましょう。いやでも七崎の言うその駅前に新しくできたってとこもすごい気になる。店員、ありがとうございました。ありがとな七崎。まんま肉まんだけのはずが夕飯の買い物人のにまで付き合ってもらっちゃって。いえ、献立を考えるのは楽しいですから。ほんと家庭的なんだよね七崎はね。七崎がいてくれたおかげでお肉も少しサービスしてもらえちゃった。私はあのお店の常連ですから。嫁力が高いですよね。本当に頼もしい。もう花嫁修行は完璧なんじゃないのか。そんなことないですよ。花嫁か。でもこうして二人で買い物をして一緒に買い物袋を持っているとなんだか勘違いされちゃいそうですよね。勘違い、なんでもないです。ウェイウェイウェイ、ウェイウェイウェイだね。これはね、テレ七崎いいな。七崎のでも10年後なんだっけ、好き好きグッドだったっけな。好きグッドの時の OL 七崎も置いてっちゃいますよ。いいんだよな。うん、今行くよ。お、子供へ急げ、田村が育夫にお仕置きをするって。え、育夫狩りだって。育夫狩り、育夫狩り、何それ。あいつ体育倉庫のバレーネットに一人でくるまってたらしいぜ。今育夫って育夫狩り、育夫狩り、狩りに出されちゃってる。女子バレー部全員で育夫探してるみたいだから、俺たちも育夫探してみようぜ。え、どういうこと、バレーネットにくるまって何をしてたのあいつは。学校で一番でかい田村に捕まったらさすがの七崎もかまわないよ。俺はいつも通り最後は七崎が勝つと思うけど、あいつ女子と喧嘩するといつもすごいことすんじゃん。また手とか舐めちゃったりするかもしれないぜ。気持ち悪い、育夫気持ち悪い。早く育夫を見つけようぜ。女子の手を舐める、間違いない。今走りすぎていった男の子たちが話していたのは育夫のこと。女子バレー部が探しているって言っていたけど、もしかしてまた何かやらかした。何したのあいつ。あ、七崎が、僕も早く追いかけないと。早い、さすが水泳部のランニングで鍛えてるだけのことはある。七崎待ってくれ。ダメだ、走ることに夢中でまるで聞こえていない。買い物袋を持ったままでバランスが悪いはずなのにこんなに速い。よくよく考えてみればスカートのまま全力を疾走したらいろいろと危ないんじゃ。あ、やっぱりダメだ、七崎の背中は僕が守る、彼氏として。うおお。なるほどね。先輩大丈夫ですか。あいつ
しまった、七崎の背中を追いかけるのに夢中になりすぎた。とりあえず大丈夫だけど、七崎の弟は見つかったのか？はい、そこの路地裏で体操服の女の子たちと話をしているみたいなんですけど。女子バレー部の子たちかな。あ、行くよ。3対1、しかもどの女の子も七崎の弟より背が高い。田村っていう子、女子バレー部が探しているとか言っていたから、この子たちがそうなのかも。女の子たちはすごく怒ってるみたいだけど、七崎の弟は一体何をしたんだ。確かバレーネットにくるまっていたとかなんとか。バレーネットでエッチなことしないで。どういうこと？イクオ君変だよ。バレーネットでエッチなこと？いたずらするならサッカーゴールにしなさいよ。どういうこと？全然意味がわからない。バレーネットでエッチなことなんてできるの？一体何をしたんだ？イクオ君がネットにあんなことをするからイクオ君がネットにあんなことをするから誰もネットに触ろうとしないじゃない。イクオよ、イクオよ、これじゃ部活の準備ができないよ。あれじゃない、バレーネットをペロペロ舐めましたんじゃないの？気持ち悪い気持ち悪い、イクオ何してんの？男子テニス部のネットにすればよかったのに。すごい勢いで怒られてる。女子バレー部のネットをペロペロ舐めてたのかな。くる、うずくまって。この状況で笑うのか？ちょっと笑ってないで謝ったら？なんで笑っているの？私知ってるわ、こういう人のこと。変態って言うんでしょ？変態って言われてこのポーズ。まだあいつの目は死んじゃいない。むしろまるで何かを楽しんでいる。やべえな、こいつ。将来大物だ、間違いない。いきなり真剣な顔で何を言ってるんですか？キビトの変態の魂は育音に受け継がれていきますよ、これ間違いなく。なんだか放っておいても大丈夫そう。そうですか。むしろ状況を楽しんでいるね。罵られていることを楽しんでいる。すっげえな。でも育音はあの女の子たちを怒らせるようなことをしたんですよね。まあ性癖だからしょうがない。特殊性癖すぎるよね。バレーネット、私話を聞いて一緒に謝ってきます。じゃあ僕も行くよ。先輩はそこで待っていてください。七崎、待っていてくださいって？とりあえずここから様子を見守るか。いやー、行くお。なんなんだこいつ。行くお。お姉ちゃん登場。誰ですか？あの子の姉です。イクオくんのお姉さん？はい、うちのイクオが皆さんに迷惑をかけてしまったみたいなんですけど話を聞かせてもらってもいいですか？ねえ、ちょうどいい機会だし、お姉さんに話を聞いてもらおうよ。うん、そうしよう。すべて洗いざらい話してもらおう。何何？バレーネットを体に巻きつけてエビ反りをしていた。気持ち悪い。それはそれで、まあな、あな、ペロペロはしてない。舐めてはいない。でも体に巻きつけてエビ反りか。他にもいろいろしてる？ランドセルに頭を突っ込んで深呼吸。女子の椅子で3点倒立。トイ箱の中から覗き、あ、うん、偶然なら仕方ない。人のこと言えない。これは本当に意思を受け継いでくれるのはイクオですね。ランドセルの中で深呼吸。はあ、引いちゃった、ちょっとイクオ。七崎の顔が引きつっている。七崎の弟の顔もすっかり青ざめて、さすがに泣いちゃった。そりゃそうだ、大好きなお姉ちゃんにこんな恥ずかしい話を聞かれたくないよな。それじゃあもう学校に戻ろうか。
うん、もうお姉さんに迷惑かけちゃダメだよ。次やったら許さないんだからね。本当にごめんなさい。エビ反りしてんだ。ほら、ネットに車って。イコもちゃんと謝って。七咲のおかげで女の子たちもなんとか許してくれた。よく許してくれたね。こんな、こんな、ほんと、退学だよ、退学。もう。小学2年生で退学だよ、これ。お見苦しいところを見せてしまって。本当にお見苦しいね。行くよ。お前ちょっと、やべえぞ。ショックが大きい。いつもの元気がまるでない。それに七咲も。先輩のおかげで女の子にいたずらをしなくなったと思ったんですけど。むしろエスカレートしてない？うん、まさかこんなことをしているなんて。私全然知らなかったです。七咲、七咲も相当ショックだったんだろうな。まさか自分の弟がド変態行為を小学2年生の頃から。だからといって二人をこのまま落ち込ませておくわけにはいかない。お兄ちゃんとして頑張らないと。お前は本当に女の子には直接いたずらをしていないんだよな。ああ、まあ確かに直接はしてないか。エビ反りになってたり、深呼吸してたり。うん、わかってるよ。もういたずらしないって言ったもんな。うん、先輩？今回七咲の弟がしていたことは、弟なりにいたずらをしないように頑張って我慢した結果だと思うんだ。我慢した結果ですか？我慢した結果、エビ反りか。よく考えてみれば、断ち切れない欲求を、物を相手に発散する。末恐ろしい小学2年生。本当にな、我慢の仕方には多少問題はあるけど、七咲の弟も頑張ってるんだよ、な。特殊性癖を持っている。でもそのせいで女の子を傷つけているようなら前と何も変わらないんだぞ。お前だってこんなに悲しそうな姉ちゃんの顔を見たくないだろう。もうお寺とかに入れるしかないんじゃないのかな。イクオは正直ちょっと。それなら自分がどうすればいいのかもうわかるよな。イクオ。あ、子供へ。イクオだ、やっと見つけた。イクオ狩り。イクオ狩りもう終わっちゃったよ。無事か、七咲。なんで七咲の姉ちゃんまでここにいるんだ。さっき見かけた友達、もしかして今までずっと探してくれてたのか。うん、前の姉ちゃんが来たらかなわないよな。なあなあ、これからどうする。三角屋で国際飲料飲みに行こうぜ。三角屋、俺は緑の国際飲料だ。なんだそれ。行こう。あっという間に行っちゃったね。まったく、本当に調子がいいんだから、まあ、まだ子供だからまだ良かったかもな。これをやっぱね、子供のうちに強制した方がいい。虚勢しちゃってもいいかもしんない。もうちんちん切り取っちゃうしかないかもしれないんだけど。さっきは見守っていてくれてありがとうございました。これを大人がやってたら本当にね、捕まっちゃうから。普通に捕まっちゃうからさ。その私の家の問題で先輩にご迷惑をおかけしたくなかったんです。そうか。どうかしましたか。なんていうか、僕は別に迷惑だなんて思っていないよ。長崎はさっき夢中で弟を探したり、弟の心配をしているのは長崎にとってそれだけ大切なものってことだろう。はい。七咲にとって大切なものは僕にとっても大切なもの。え？それに僕も七咲の弟と一緒で、できれば七咲の悲しむ顔は見たくないんだ。だからもし今回みたいなことがあったら、今度は僕も一緒に怒られて一緒に謝る。おお、もう家族やん。七咲家の一員だな。少しだけかもしれないけど、さっきより早く許してくれるかもしれないし。先輩、イクオのことは任せてくれ。まあ高校生が小学生に怒られている姿は彼女としては見たくないかもしれないけど。そんなことありません。とても
素敵な彼氏だと思います。おー、いいね、今の言い方。本当にありがとうございます。でももう今日みたいなことはきっとないので大丈夫です。うん、おちんちん切り取っちゃうからね、イクオのね。今日イクオが家に帰ってきたら、もう一度しっかりと言い聞かせますから。おちんちん切り取っちゃおう。まあほどほどにしてあげてね。それでは思わぬ寄り道をしちゃいましたけど帰りましょうか。うん、いやー、イクオは本当に本当に濃いな。どこの家からも夕飯を作るいい匂いがしますからね。何か食べられるものはごく、あ、ダメですよ、この肉まんはミヤちゃんのなんですから。そうだ、肉まんのイクオのインパクトですっかり忘れてたけど、あれだな、洗濯、うーん、あー、まあいいか、一口食べれば食べますよ、まあ、いいか。七崎は本当に厳しいな。そんなことないです、子供じゃないんですから我慢してください。はいいいお返事です。七崎は本当にしっかりしてる。それに比べて同い年のミヤは、私なんてまだまだです。それにミヤちゃんはとてもしっかりした子ですよ。しっかり、そんなあっけに取られた顔をしたらミヤちゃんに失礼ですよ。まあこのちょっとおまけ劇場のね、その後のミヤは、高校2年生のミヤはすげえしっかりしてたけど先輩の前でしっかりしているように見えないのはきっとミヤちゃんが先輩に甘えているからですよ。なるほど。それに本当にしっかりしていないっていうのはイクオのような子供を言うんですよ。あの子は本当に甘えん坊なんです。この前も寝る前に絵本を読んでほしいとか子守歌を歌ってほしいとか言うんですよ。ここで来ましたね、子守歌。絵本に子守歌か。はい、今回のサブタイトルが子守歌ですから。すぐに眠っちゃいましたけど。スヤピですね。そういうところはやっぱり小学生だね。そうですね。うん。そういえば、私も小学生の時、イクオと同じように寝る前にお母さんに甘えたことがあるんです。七崎が？なんだか想像できない。もう一度この絵本を読んでって一生懸命甘えても、早くトイレに行って一人で寝なさいって言われて終わりだったんです。親にもいろいろと都合があるとはいえ断られるとやっぱり悲しい。そうですね。それにその時はまだ子供だったので親の都合なんて分かりませんし。七崎はいつもしっかりしてるから考えもしなかったけど、親に甘えていた頃があったんだ。今の七崎は弟の面倒を見てばかりで、むしろ甘えられる側になってるし、うん、やっぱり七崎はすごい。え、何か言いましたか？なんでもないよ。それにしても同じ本を何度も読むようお願いするなんて、よっぽどその本がお気に入りだったんだね。はい、今でも大好きです。何の絵本なのかな。みかんちゃんとプーっていう本なんですけど知ってますか？知らない知らないけど、プーって七崎が黒猫につけた名前がプーだったよね。ここから取ったのかな。なんだかそのタイトルに聞き覚えがある。え、本当ですか？みかんちゃんとプー、うん、もしかしたら同じ絵本が僕の家にあるのかも。社会の厳しさと冷たさを教えるサスペンス絵本、ムザンちゃんとプー太郎。違います、みかんちゃんとプーです。そんなのと一緒にしないでくださいごめんごめん、冗談。もう先輩に期待したら男バカでした。わ、今の甘えた言い方かわいい。ナイスユカナナイスユカナですよ。これは七崎がこんなにムキになるなんて、本当にその絵本が好きなんだな。まあ子供の頃とはいえ、七崎が何度も読んでって甘えるくらいだし。そうか、七崎は自分が甘えた時に絵本を読んでもらえなくて悲しかったから、弟には甘えさせてあげているんだね。別にそういうわけじゃないですけど。みかんちゃんとプーってなんか元ネタあんのかな。でもそうだな、みかんちゃん、ん
しおり挟んどくか。僕なら何度でも読んであげたのに。トイレにはちゃんと行ったの？トイレにはちゃんと行ったの？下世話のこと聞いちゃうっていうね。は？だってほらお母さんに言われたんだろ、トイレに行って寝なさいって。ちょっとちょっとお漏らし愛ちゃんですか？まあそうですけど。けど？けど何があったんだい？その怖い夢を見て目が覚めた時は我慢して眠っちゃいました。七咲にも可愛いところがあったんだな。笑い事じゃないですよ、朝起きてから大変だったんですから。ほう、あら七咲ちゃんたら。なんでもないです。世界地図を書いちゃった。気にしないでください。あらあらあら、そっか、七咲を漏らしルートいいね。ラブなくなった。わざわざ足を蹴らんでも。この話はもう終わりです。さっさと帰りますよ。おもらしルートいいな。あ、ごめんなさい。じゃあちょっとここだけ、ここは選択肢的に微妙だったから、あれですね、普通にいい会話になりそうな。どこの家から。ここまで戻っちゃうんだ。あ、ダメですよ。あれなんだっけ、一口食べる、そんなことないです。悲しい思いはさせないみたいな選択肢。私なんてまだまだです。そんなあっけに取られ、結構選択肢まで先輩長い。それに結構本当にしっかりしていない。あの子は本当に甘えん坊なんです、うん、この前も寝る前、はい、仕方ないから歌ってあげ、そうです、そういえばひたすらクリック。私もしもう一度ひたすらクリックだ。読んでって検証になるまで頑張れ。そうですね、それになかなかスキップがえ、はい、みかんちゃんとプーっていう、みかんちゃんとプーね、みかんちゃんとプーね。違います、みかんちゃんとプーで、うん、はい、この後よしよしよし、これね、僕なら何度でも読んであげたのに、これがいいでしょ、選択肢的には。え、ほら、いい BGM 流れた。子供の頃の七咲だろ、きっとすごく可愛くて甘えられたりしたらどんなお願いだって断れないよ。先輩、それにもしかしたらお母さんはその絵本を読みすぎて飽きちゃっていたのかもしれないね。あ、それは確かにあるかもしれません。その絵本ばかり読んでもらっていたので。そっか、でも僕はたとえ暗記できるほど読んだとしても七咲が眠るまで何度でも読んであげるよ。ありがとうございます。じゃないとお漏らししちゃうからね、この子ね。七咲の寝顔が見られるならたとえ六法全書だって読み切ってみせる。はあはあはあ、なるほど。そういえばさっき話をしていて気づいたんだけど、僕らは二人とも一番上の子供なんだよね。そう言われてみれば、先輩は長男で私は長女ですよね。そうだね、やっぱり下に兄弟がいるといろいろ大変だよな。でも先輩とミヤちゃんは年子ですから、それこそさっきの話じゃないですけど、あまり甘えられなかったんじゃないですか、うん、思い出してみればそうかもしれない。物心ついた頃からお兄ちゃんなんだからってよく言われていた気がする。そうだったんですか。すっかり忘れていたけど、子供の頃は今よりもよく怒られていた。ミヤも一緒に同じことをしててもいつも怒られるのは僕ばかり。あー、そういえば僕も七咲の絵本の話と似たような経験があった。え、そうなんですか。ミヤが先に寝ちゃうと僕はまだ起きてるのに、父さんは絵本を読むのをやめちゃうんだ。あ、確かに妹のミヤが可愛いのはわかるけど、幼心に僕は少しショックだった。確かにそうだろうね。先輩も眠ってると思ったんじゃないですか。一つ違いだしな。必死に起きていることをアピールした。飛んだり跳ねたりブリッジしたり、アピールしすぎだよ。早く寝ろよ。普通に頼めばよかったじゃん。もしかしたら僕は雪の降る夜に河原で拾われたのかも。そんなことないです、考えすぎですよ。いや、きっとそうだ、馬小屋に捨てられていたんだ。僕と同じ経験を教える七咲だってもしかしたら河原で拾われたのかもしれない。変なこと言わないでください。まさか七咲は僕の妹。なんでそうなるんですか。
妹はダメです、絶対に。あ、ダメ？そんなに僕の妹になるのは嫌？はい、絶対に嫌です。僕の彼女なんだから、そこまで嫌がらなくても。彼女だからですよ。さすがだぜ。それに先輩とミヤちゃんはそっくりですよ、考え方とか行動なんて特に。見た目は？やっぱり。でもほら、私も行く音はあまり似てませんし。どうせ僕なんていらない子なんだ。そんなこと言わないでくださいよ。俺の方がめんどくせえやつだな、これ。先輩。あ、橋の工事が終わってる。いい加減元気になってくださいよ。橋、ここね、工事してたもんね。七咲って本当に優しい。こんな優しいお姉さんがいて、しかも子守歌を歌ってもらえるなんて、意向が羨ましい。意向になりたい。七咲の子守歌。七咲は弟にどんな子守歌を歌うの？え、普通の子守歌ですけど。でも七咲が歌うんだからすごく心地いいんだろうな。そんなことないですよ。うん。七咲はどこでその子守歌を覚えたの？私が子供の頃、お母さんがよく歌ってくれたんです。でも後になって知ったんですけど、お母さんたら歌詞が一部わからないからって適当な歌詞をつけて歌っていたんですよ。リホコみたいなお母さんだね。謎歌を歌っちゃうっていう。七咲の家だけの子守歌なんだね。はい、だから少し変な歌詞なんですけど、余計に愛着があるというか。へえ、聞いてみたい。どうかされましたか？僕も七咲が歌う子守歌を聞きたいなって。え、ダメですよ、人に聞かせられるようなものじゃないです。でも七咲の弟には歌ってあげてるんだろ？それはそうです。弟に嫉妬しちゃう。やっぱり恥ずかしいですよ。七咲の弟には歌ってあげてるのに、彼氏の僕には歌ってくれないなんて、めんどくせえな俺。これこ、ちょ、付き合ってめんどくせえやつになっちゃってる。俺が。そうだよな、僕なんて七咲の弟じゃなければミヤみたいに可愛くもない。先輩、おまけに川で拾われて、僕がわがままだったよ。おちんちんちょん切っちゃうんだから。わかりました。先輩がそこまで言うのであれば。ありがとうございます。この空気に弱いよね、七咲はね。十分に元気じゃないですか。そんなことないよ。もういいですけど、でも一つだけお願いがあります。何かな？その先輩以外の人には聞かれたくないので、できれば他の誰にも聞こえない場所で。ほう、それなら僕の部屋で歌えばいいよ。え？お部屋に連れ込んじゃう。先輩の部屋でですか？始まっちゃうよ。これから僕の家に来るわけだし、そのまま僕の部屋で窓を閉め切っちゃえば誰にも聞こえないから心置きなく歌える。始まっちゃう、子供ができちゃうよ。わかりました。うん。その代わり先輩も郁夫みたいに途中で寝たりしないでくださいね。もちろんだよ。へえ、まさか七咲の子守歌が聴けるなんて楽しみ。しかも部屋にまで来ちゃう。こっそりね、こっそり、ミヤに暴れないように。お疲れ様です。七咲、荷物は僕が持っておくから、先に鍵を開けて中に入ってて。あ、はい、わかりました。ただいま。おかえりなさい先輩。おお、いいね。なんだか照れちゃいますね。そうだね。それじゃあ冷蔵庫に入れるものだけ入れたら、こたつで休んでいてください。すぐに温かいココアを用意しますから。了解、楽しみにしてるよ。いや、ほんと嫁力が高い。そういえばココアで思い出したんだけど、今日七咲に教えてもらうまで牛乳は奥に置いてある方が新鮮だとは知らなかったよ。何の話や。結構有名な話ですよ。
僕は製造日とか気にしないでいつも手前にあるのから取ってたからな。お店の方には申し訳ないですけど、やっぱり少しでも新鮮な方がいいですから。じゃあそんな新鮮な牛乳で作った今日のココアはいつもより美味しいんだろうな。そうかもしれませんね。はい、どうぞ。熱いので気をつけてくださいね。今の牛乳の話いる？いや、まあいいんだけどさ。ふわー、七石が作ってくれるこの一杯を飲むと家に帰ってきたって気がする。そうなんですか。新婚生活だな、本当にもうこれ。それに今日みたいに七石がこっそり台所を使うようになってから、こっそり台所が見違えるようになった。そんなことないです。かなりの頻度でじゃあもう来てんだね、うちね。それでもミヤがこの前、なんだか料理がしやすくなったんだよね、にしししし、って不思議がってた。少しだけ整理しただけなんですけど。まあ最終的には自分の腕前が上がったと勘違いをして喜んでいたけどね、にしししし、つってね。ミヤちゃんらしいですね。ミヤといえば、小さい頃に父さんのお腹を枕にして眠るのが好きだった。お腹を枕。お父さんのお腹をですか？腹枕か。父さんがあぐらをかくとぷっくりといい感じにお腹が出て、そこに頭を乗せてよく眠ってたんだ。そうなんですか。どうかしましたか？まさかチラッ見てんじゃないよ。何ですか？長崎はお腹出てない、むしろ引き締まってるからね。気持ちよさそうだったんだよな。それはさっきも聞きましたけど。腹枕をしているミヤ、チラチラチラ。あ、まさか。失礼なこと考えないでください。私のお腹はぷっくり出たりなんかしません。誤解だ七崎、その引き締まったくびれた見事なウエストは僕が誰よりも知っている。誰よりも知ってるってすごい、なんだその言い方は。僕も昔のミヤみたいにお腹を枕にして寝てみたい。そして子守歌を聞きたい。ココアを飲みながらフルコースだな。もしかして私のお腹でですか？うん、ダメかな。ダメかなって、そもそも今日はこの後先輩の部屋で子守歌を歌うんですよね。だからお腹の苦労しながら子守歌を歌ってほしいなって。もうダメだよ、こいつももうお寺行った方がいいよ。お寺行ってなんか邪念をさ、両方一緒にですか？払ってもらうしかないって、もう根付いてるもん。少し調子乗りすぎたかな。でもお腹枕も子守歌も捨てがたい。いや、二頭を追う者はとも言うけど、男なら両方手に入れてみせようじゃないか。男ならって便利な言葉だよね。頼むな、先僕が子供の頃に取り逃がしてきた喜びを今日ここで取り戻させてくれ。そんな必死に頼まれても私は。ここで土下座ですよ。ドクターワイリー並みの土下座をしてみせましょう。先輩、わかりました。今日は私に甘えてください。本当にいいの？はい。でもその代わり一つ約束をしてください。約束？一体どんな？もうあんな悲しいこと言わないでくださいね。悲しいこと？自分がいらないことなんて。ああ。たとえ先輩がどこの誰だろうと、冗談で言ったやつ。私にとって先輩はかけがえのない人なんですから。それを。そこそんな気になってたんだ。どうか忘れないでください。七咲よ、僕が勢いに任せていった愚痴というか冗談、こんなにも気にしてくれているなんて、七咲は本当に優しい子なんだな。七咲、本当にありがとう。それと悲しませるようなことを言ってごめん。先輩、おちんちん切り取るから、切り取っちゃうから、縦に切った後に横に切るから。細かく、まあ、なんでもないです。僕はもう七咲を悲しませるようなことは絶対に言わない、約束する。はい。しかし七咲の、早速先輩の部屋行きましょうか。七咲の腹枕子守歌コースですよ。
これはいくらお支払いすればこんなコース。あれだけ必死に頼んでおいて何を言ってるんですか。本当に今更ですよ。ありがとうな七咲、僕のわがままに応えてくれて。いや吉原の高級店に行ってもこんなサービスは受けれないと思いますよ。だって私は先輩の。でも、もしあんまり変なことをするようでしたら、その時は。あ、変なことって？それは、その、何でもありません。先輩がちゃんとおとなしくしていてくれれば、何も問題ないと思います。な、それは大丈夫だよ。僕はおとなしいから。そうですか。なんだろうな、これ二人もうやっちゃってんな、多分。多分もうやっちゃってる気がする。スキルートだったら確実なんだけど、仲良しルートはどうかなと思ったけど、この感じもどうなんだろう。七咲もなんだか緊張してるみたい。ここは年上の僕がリードしてあげないと。さあ、それじゃあ野崎、早速ベッドに座ってもらおうか。すごいことを言うな。なんかまずいこと言った？いえ、なんでもありません。私が考えすぎなだけです。いや、やっちゃってはねえかな。いや、ダメだ、なんか俺も、なんかダメだ、これ育夫のせいだ、育夫のせいでなんか俺も変なことばっか考えちゃってんな。殴られた、しまった。ちょっと一回頭を冷やして。それでは始めましょうか。よろしくお願いいたします。女の子が自分のベッドに座るってだけでものすごくドキドキしちゃう。というか腹枕、七咲も横になるってこと？あ、ちょっと待ってください。座る前に一応制服を整えますから。座る、うん、いまいちちょっと絵がわからないんだけど、腹枕って。そんなにセーターの裾を引っ張ってもスカートは隠せないと思うけど、あ、可愛いな、やってることが。やっぱり七咲も緊張しているのかな。なんだか僕もどんどん緊張してくる。お待たせしました。うん。それでは。え？座り方はこれでいいですか？足はそのままベッドの上に伸ばした状態で大丈夫。わかりました。膝枕とは違うんだよね。準備完了です。本当に今日だけ特別ですからね。分かっている。去年のクリスマスをきっかけに七咲との距離がどんどん近づいていく気がする。今じゃ心も体もこんなに近づける関係になって、これが七咲の彼氏は僕という現実なのか。もういっそ夢でも構わない。ただ夢ならどうか覚めないで。そしてミヤ、お願いだからしばらく帰ってこないで。本当だよね。いいところでね。あ、これ七咲の太ももか。え、どういう状況？はい。え、あれちょっと待って。え、座っている女の子の足の間に寝転ぶ。これ。え、ちょっと、これ予想以上にすごいな。七咲、そんなに足をもぞもぞさせると寝にくい。というか、後頭部に股間がある感じでしょ？ M 字開脚みたいになって、これさ。だって、先輩。あ、かわいい。ここやっぱり恥ずかしいですよ。これはもう、プレイだよ。これはやりすぎな気がするよ。また枕やん。腹枕やないでしょこれ。また枕。先輩、早くしてください。これは恥ずかしい。じゃあ失礼します。お股の間に、お股の間に入っちゃってんだもんね。おお、いや、これはコンシューマーじゃできない。これはプレステ2じゃできないっすよ。適度に引き締まった腹筋が絶妙な硬さで頭を支えてくれて、後頭部に当たるセーターの毛がチクチクとくすぐったい。重たくないかな？大丈夫？重くはないですけど。すごいな、これ。ちょっと収まりが悪いので、
先輩、頭をもうちょっとこちらへ。天国すぎるだろう。おい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 、これで大丈夫です。この体勢はえらいことなんじゃないのか。えらいことにエロいことになってる。すごいことしちゃうね。股間お股の間に挟んじゃってるっていう。こんなところ誰かに見られたらもう5回どころじゃ済まない。頼む、ミヤ帰ってこないで。特訓、え、特訓って七崎の鼓動が特訓、特訓七崎の鼓動、随分早くて大きな音だ。そっか、七崎はもう大丈夫って言ってたけど、やっぱりまだ緊張しているのか。緊張っていうか、恥ずかしすぎて死んじゃうかもしれません。やっぱりそんなにすごいことになってる。だって今の先輩はまるで大きな赤ちゃんみたいですよ。赤ちゃんでもこんなことしないんじゃない。僕だって恥ずかしくなっちゃうばい、なっちゃうバブ。恥ずかしいバブ。恥ずかしいって感情はあったんですね。失礼なこと言うな。当然だろう。当然ですか。バブ。どんな状況やね。うわ、本当に言いやがった。バブ。本当に言いやがった。いた。七崎の膝が鼻にバブ。ああ、ごめんなさい。赤ちゃんの愛くるしい顔にまさか膝をぶつけるなんて。先輩が変な声を出すからです。バブバブ、ごめんなさい。いやー、七崎ママだわこれは完全に。もう本当に大きい赤ちゃんですね。ママージャスキルザメン。それは思わずフレディ・マーキュリーも出てくるわ。七崎ラプソディですねこれは。七崎が頭を撫でてくれている。少しくすぐったいけど気持ちいい。それ、さっきから甘くて優しい匂いがする七崎の生態についた宣伝の匂いか、それともこれが七崎の。なんでだろう、この匂いに包まれながら頭を撫でてもらうだけですごく穏やかな気持ちになれる。このまま死にたいね、今死にたいねこれね。今日思い出した辛かった思い出や寂しかった思い出も全部薄らいでいく。それじゃ子守歌を歌います。あ、そうだ、忘れてた、子守歌。この状態で子守歌。ごく、ねんねんころりよ、おやすみよ。いいじゃない、ささやくように歌ってる感じ。ぼやは良い子だ、ねんねしな、ねんねのおもりはどこへ行った。これが七崎の子守歌。まるで七崎の優しさがそのまま歌になったみたいや。七崎の弟の気持ちがよくわかる。できるならずっと聴き続けていたい。確かにすごい癒されるこれ。トクンって鼓動を感じるっていう。もうできちゃってんじゃないのこれ。子供ができちゃってるんじゃないの。トクン、トクン、七崎の鼓動が聞こえる。さっきよりも少しペースが落ち着いた。とくん、とくん、これはエロいな。左下が聞こえるこの音は僕の鼓動。とくん、とくん、七崎の鼓動がまた少しゆっくりになって僕の音と重なって。とくん、とくん。なんだこれは。なんだかすごく眠たくなってきた。七崎の呼吸に合わせてお腹がゆっくり膨らんでしぼんで、
そういえばさっきより僕の頭が沈んでいる。どんどん僕の頭が七咲の体に沈んでいく。おかしい。もう七咲のあれですね、胎児にな、胎児なんでもない。いやー、すーすー、あれ先輩、もしかして眠ってるんですか。すーすー。本当に眠っちゃったんですか。あれだけ眠らないって言っていたのに、あっさり眠っちゃったじゃないですか。それにしてもこうして見ると先輩の頭っておっきいんだな。あ、そっか、いつもは先輩を見上げてばかりだからなんだか新鮮に思えるんだ。確かに先輩のつむじなんて初めて見たかもしれないけど、このままだとミヤちゃんに見つかっちゃうし。あ、それはまずいね。すごく気持ちよさそうな寝顔だから起こすのはちょっとかわいそうだけど、仕方ないよね。テシ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 って何してんのかな。先輩、起きてください。このまま太ももでギューって挟んでほしいね。おでこを叩き続けますよ。おでこをテシテシ叩いてんのか。いや、太ももでギューって、もうそれで殺してほしい。それで圧殺、圧死したいよね。太ももの圧で。どうかしたじゃないです。いつまで眠っているつもりなんですか。僕が眠っていた。え、ぐっすりと。先輩の寝顔、子犬みたいでしたよ。そんな人の寝顔を見ないでくれよ。そもそも僕は寝てなんていないぞ。ちょっと目を閉じて考え事を。ねえ。あ、また。歌詞のここの辺の部分がオリジナルなのかな。いや、でもこれほんとここだけ切り取ってちょっと iPhone に入れとこうかな。これほんと寝る前とかに永遠リピートで聞いてたら七咲の赤ちゃんになれる。赤ちゃんになって安眠できるわこれ。先輩は小学生以下、いえ、赤ちゃん並みの寝つきの良さですね。眠ってなんか、すーすー、いくら恥ずかしがってももう遅いです。バブバブ、じっくりと寝顔を見させてもらいますから覚悟してください。バブ先輩ゴロ、先輩、おい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 、お腹で寝返りを打ったらくすぐったい。ちょっとちょっと。これ頭が反対方向を向いてたらどえらいことに、どえろいことになっちゃうから。先輩どうかしましたか。顔をしかめたりなんかして。バブー、あ、なんて、何してんの。夕日が顔に当たって眩しい。あ、そういうことか。カーテンを閉めてあげたいけど、今起き上がったら先輩の頭がお腹から落ちちゃうし、何か他にいい案は。あ、そうだ。え、す、これでどうですか。私の手で目隠しをしたので、もう眩しくないと思いますけど。目隠し、七咲ママ。
さっきまで眉間にシワを寄せていたのにすぐ笑顔になるなんて、これはママだわ。本当に単純なんですから。夏の浜辺だったら先輩の顔は私の指の形に日焼けするのかな。バブバブもしそんなことしたらさすがの先輩も怒っちゃうかもしれませんね。今年の夏は先輩と一緒に海へ行きたいけど、先輩は受験生だしそんな暇はないかな。あ、それよりもこのまま寝たら風邪ひいちゃいますよ。ほら先輩いやペシペシ。おでこを叩いても起きないんでしたら今度はほっぺたを挟んで持ち上げちゃいますよ。むにゅふにゃこれだけ強めにされても何この幸せすぎる空間は。すさまじいな。ちょっと七咲の寝ている間にミヤちゃんに落書きされたりするんですよなんだかもうずいぶん前のことのような気がする。DLC の本気を感じるわ。え、先輩、かわいい。そんで七咲先輩、あ、なんか下の名前で呼んでくれた。やっぱり名前で呼ぶのはまだ恥ずかしいですね。あ、お腹空いてんじゃない？先輩のお腹が、あ、七咲じゃないのかそういえばお腹が空いたって言ってましたっけ。さて、安心して寝てるみたいですけど、私の手の中で眠っているのが運の月です。いや、この言い方の素晴らしい、すごい。しかも今回は自分から言い出したことですから、この状態で私に何をされても文句は言えませんよね、先輩すさまじすぎる。このまま死にたい。極楽浄土とはこのことか。ふわ、いつの間に寝ちゃったんだろう。学校から帰ってきてそのままベッドで眠っちゃったのか。何をしよう。なんだかすごく頭がぼーっとする。これ夢見てんのかな。とりあえず僕の学校での評判を教えてもらいに行くか。何そのトゥルーラブストーリー的な。あ、すごいトゥルーラブストーリー的だね。今入ってもいい？うん、いいよ。あら、おっと、どうしたの？おっと、七咲妹ルート。お姉ちゃん、今少しだけいいかな。お姉ちゃんか。うん、大丈夫だけど私に何か用？七咲お姉ちゃん、うん、僕の小学校での評判を教えてほしいんだけどこのセルフパロディ面白いな。仕方ないな。ちょっと待ってて、今調べるからそうだよね、この決まりの流れ。お姉ちゃんはいつも部活で忙しいのにこうして僕の面倒も見てくれている。料理や洗濯も全部一人でやってくれて本当にできたお姉ちゃん。どうしたのお姉ちゃん、突然そんなに怖い顔して。あなた、また女の子の手を舐めたのね。あら、昨日小学校でワンワンごっこをしてる時、調子に乗ってはるかちゃんの手を舐めたでしょ。はるかちゃん森島のはるかちゃん、森島ちゃんちのはるかちゃん。ワンワンごっこで僕そんなことをしたりは、いや、でもなんかしたような気がするそれに今日は仲良しのカオルちゃんのおへそを舐めたわね。あ、しまった確かに全部実際にあったイベントや。おへそ舐めたこともバレちゃってる。そうだ、思い出した。確か今日図書室でカオルちゃんに頼んでおへそをペロペロしちゃった。でも誰にも見られていなかったはずなのに、なんでお姉ちゃんは知ってるんだ。お姉ちゃん、本当はあなたにこんなこと言いたくないんだけど。何？あなたはかなり嫌われてるよ。おお、バッドエンド直通。それはどれくらい嫌われてるの？給食に出てくるピーマンくらいよ。ひー、なんてことだ。僕がピーマンと同じ。
ピーマンの肉付けができたらピーマンだけ無言でそっと剥がされ、チンジャオロースが出た日には片付けの時鍋の中が緑一色になるような、そんなピーマンと僕が同じだなんて。あ、大丈夫、お姉ちゃんだけはあなたのことを嫌ったりしないから。本当に？もしあなたがピーマンだったとしても、おでんに入れて全部食べてあげる。おでんに？おお。もしあなたが世界中から嫌われても、お姉ちゃんだけは味方でいてあげる。いいことは言ってると思うんだけど、なんだろうな。ねえ、何これ？なんだよこれ。ここで選択か。内定をもらえなくても、使ったレジの合計金額が足りなくても、取引先の社長を激怒させても。真ん中面白いな。使ったレジの合計金額が足りなくても、僕の味方でいてくれる？うん、もちろん。お姉ちゃんが500円までならカバーしてあげる。500円、お姉ちゃんありがとう。いつだってお姉ちゃんがいるから、負けちゃダメだよ。分かったよお姉ちゃん、僕頑張る。うん。うう、ごめん。まったく、人がお説教をしている最中なのに。こんな夢見てたのかよ。ま、お腹が空いたなら仕方ないか。まんま肉まんを買ってあるけど、あなたも食べる？食べる？どこにあるの？じゃあ、あなたの部屋の押し入れの中を見てみなさい。ほう、押し入れ。押し入れがまんま肉まんでいっぱいだ。気持ち悪い。気持ち悪い。これだけあればお腹いっぱいになるでしょ。押し入れの中に敷き詰められている肉まん、山盛りの肉まん、ちょっと気持ち悪いな。今日は肉まん祭りだよ。ピーマンだったり肉まんだったりまんだらけ。あ、やばいやばい、ミヤが帰ってきちまった。今の声、ミヤちゃんが帰ってきちゃったの？この場面を見られたらとんでもないことに。先輩、起きてください。先輩、ミヤちゃんが。完全に最中だと思われちゃうよね。もう食べられないよ。先輩、ミヤちゃんが帰ってきましたよ。早くお腹から頭をどけてください。まんま肉まんはもういいよ。違いますよ。肉まんはミヤちゃんのために買ってきてあげたんじゃないですか。押し入れの中に肉まんがいっぱい。ん？ミヤ？まんま肉まん？寝ぼけてないで起きてください。もぞもぞ。そうだ、ミヤに買ってきたまんま肉まん、どうしたっけ？先輩？ミヤに買ってきたまんま肉まん、え？ふにゅって何してんだよ。ちゃんと2つある。あれ、でもなんだかボリュームが。そりゃ殴られるわ、そりゃ殴られるわな。いいオチだね。いい。あ、ここでミヤが、まんま肉まん買ってきた。おかえり。おかえりなさい、ミヤちゃん。お、アイちゃん。なるほど。玄関の靴はやっぱりアイちゃんのだったか。いいオチだ、うまい。また遊びに来てたんだね。肉まんをおっぱいにするっていう。お邪魔させてもらってるね。うん、どうぞどうぞ。あ、そうだ、ニーニー、まんま肉まんはどこ？あ、リビングのこたつの上に置いてあるよ。そっか、ありがとうね、アイちゃん。それじゃあ早速チンして食べよう。って、二人ともなんか変だよ。そんなことないぞな、七崎。はい、先輩はいつも通りです。ふーん、いつも通り変な先輩です。七崎のやつ絶対に怒ってる。そりゃ当然か、寝ぼけたとはいえ、よりにもよって肉まんと間違えて、もう掴むだなんて。掴む、まあ、いっか。じゃあ愛ちゃんまた後でね。うん、ミヤも付き合ってること知ってる。まあまあ説明したよな、そりゃ知ってるか。それじゃあ七崎、さっきの事故について話をしたいんだが。あ、事故だったんですか。私はてっきり事件だと思っていました。
どうぞ納得のいく説明をしてみてください。可能ならですけど。眠るまではすごくいい雰囲気だったのになんでこうなっちゃうの？何かいい案を考えないと。そうだ、ちょうどミヤも帰ってきたし、ミヤに頼んで僕らの間を取り持ってもらえれば。うん、そうだ、アイちゃん。ん？ミヤ、ちょうどいいところに。あんまりお兄ちゃんといるとエッチ菌が移るから気をつけた方がいいよ。エッチ菌。うん、本当に気をつけないとね。ためたね。ためたね今。そっか、エッチ菌呼ばわりか。七咲、入ってもいいかな。ここは先輩の部屋なんですから、先輩の好きにすればいいんじゃないですか。だって七咲が怒って愚痴を聞いてくれないから。もう怒ってませんから、さっさと入ってきてください。それより先輩は急にいなくなってどこへ行っていたんですか。ちょっとミヤの部屋に用があって今こっそり忍び込んできたんだ。あ、でもこれもしかして。ダメですよ先輩、いくら妹だからって女の子の部屋に勝手に入るなんて。一体何をしてきたんですか。ちょっとこれ空気を取り戻そうよ。落ち着いてくれ七咲、この本を探しに行ってただけ。この本って。そう、今日七咲が話していたみかんちゃんとプー、この本だろ。はい、この本です。よかった、機嫌が戻った。この表紙懐かしいです。みかんちゃんとプー。あ、でもどうしてこの絵本が先輩の家に。七咲がタイトルを教えてくれた時に聞き覚えがあるって言ったろ。あ、そういえば。それで今日甘えてばっかりだったから七咲にも少しは甘えてもらおうかなって。え、あ、なるほど、読んであげるわけか。この絵本を持って読んでもらいたかったって言ってただろ。いいじゃない。いいですよ、これは。この年で絵本を読んでもらうなんて。みかんちゃんならいいんだけどね、今のままだとちかんちゃんになっちゃうところだから。ちかんちゃんのままではいけない。うん、年上の僕が七咲に子守歌を歌ってもらったんだ。でもお姉ちゃんの私が甘えるのはやっぱりダメですよ。いやいや、なんで七咲が甘えちゃいけないんだ。あれ、またなんかまずいこと言ったかな。だって七咲は僕のお姉ちゃんじゃないだろ。わかりました、それじゃよろしくお願いします。お股の間においで、また枕してあげるからおいで。七咲もベッドに寝転びな。はい。ほう、よし、七咲準備はいいかい。はい。こうして寝転んで絵本を見ていると子供の頃に戻ったみたいです。だろ、存分に甘えてくれて構わないぞ。早く絵本を読んでください。パパと呼んでくれ、パパと。それじゃあ読み始めるぞ。みかんちゃんとプー、あの日みかんちゃんが散歩に出かけると。あ、もう夜になっちゃった。こうして今日もみかんちゃんはプーのお腹の中で元気に過ごしています。めでたしめでたし、食われちゃってんじゃんみかんちゃん。なんだか不思議だ、絵本って子供の頃に読んだ時と今読むのじゃまるで印象が違う。七咲ってあれ、お、寝とるやん。寝ちゃったのか。すごい大人っぽいと思ってたけど、そうね、あれだけ人のことを言っておいて自分も寝ちゃってるじゃないか。七咲も子供じゃないか。なんだか嬉しそうな顔をしているけど、楽しい夢でも見ているのかな。こうして寝顔を見ていると年相応というか、起きている時の七咲の表情と比べてすごく幼く見える。うん、七咲は落ち着いているから大人びているように感じるけど、本当は自分はお姉ちゃんだからっていつも言い聞かせながら頑張っているのかも。なるほど、本当は甘えん坊な七咲、寝ている時以外はこういう顔ができるようにしてあげないと。おやすみ、はい。ほう、まさか先輩の前で寝てしまうなんて、私にとっては一生の不覚です。でも一生先輩のベッドに寝転んで
先輩に私の大好きな物語を読んでもらったら、なんだか本当に子供の頃に戻ったような気がして、とっても温かい気分になって、すごくすごく幸せな夢を見ちゃいました。内容は秘密です。私はおいおいおい、気になるね。お姉ちゃんだからしっかりしなきゃっていつも合言葉のように自分に言い聞かせてきました。だって郁夫はいつもあんな調子なので、私がしっかりしてちゃんと面倒を見なくちゃって。でもたまにはいいですよね、せめて先輩と一緒にいる時ぐらい、一人の女の子として甘えてもいいですよね。先輩、私先輩の彼女になれて本当に良かったです。おお、いいオチでしたね。甘えん坊の七咲ちゃんでございました。いや、よかった。でもやっぱり途中のまた枕のインパクトすごすぎるな。いやらしかったわ。七咲たまらんですね。以上が、EX4 愛の子守唄でございました。次回すごいよ。次回いよいよ塚原先輩ルートついに来てしまうか、塚原先輩。あ、こう考えてみたら EX4 は水泳部コンビなわけか。いやー、ちょっとこれまたどうなるかすごい楽しみだな。それじゃあ今日はおやすみなさい。お疲れ様でした。